ピアノ・ソナタ第2番変路短調作品35はフレデリック・ショパンが作曲したピアノ・ソナタである。第3楽章に有名な早々行進曲が用いられていることから、早々または早々行進曲付きの愛称でよく知られる。1839年にノアンで作曲されたが、早々行進曲は他の楽章に先立ち、1837年には、 作曲されていたらしい。全体に悲劇的かつ因質で、早々更新曲が用いられていることなどから、当時のポーランドの悲劇的状況を反映したものではないかとも言われるが、ショパンの真意は定かでない。この後のそなた作品は完全なピアノ独創でなく、室内楽を思行した構造になっているので、事実上ピアニズムの成果と言えるのは、本作だけである。 早々行進曲を中心として構成された最高傑作という点に人間、ショパンの一面が象徴されている。また、すべての楽章が単調で書かれてはいるものの、上記のように前半楽章は両者とも蝶々で閉じられるほか、第一楽章の第二主題や、スケレッォと早々行進曲、それぞれのトリオも優美な蝶々の音楽なので、暗いばかりの作品というわけではない。 なおこの曲は古典的なそなたの構成感に乏しいと指摘される。ロベルト・シューマンは当時の評論の中でショッパンは乱暴な4人の子供をそなたの名で無理やりくくりつけたと評し、田舎の音楽教師がそなたの名に釣られて素晴らしい古典だろうと思って楽譜を買い求め、いざ弾いてみて激怒する様子を面白おかしく想像している。もちろんシューマンはショパンを批判しているのではなく、 その古典的形式にとらわれない斬新な独創性を絶賛しているのである。アントン・ルビンシテインはこのソナタを死の歌と評した。その他、第三音楽章、早々更新曲がゲームのゲームオーバージの BGM としてよく使用されている。ありがとうございます。